さんこんこにちは日本をかっこよく、えー、結び大学でございますあの今回お話ししますのは、えー、もしかしたらこうだったかもしれないというお話になりますいわゆるあの仮説もうまだまだ本当に仮説の域が出ていないということを前もって申し上げた上でこんなふうな考え方もできるよっていういろんな事実をこうつなぎ合わせていくとどうも従来言われていることとは違うそういうストーリーがあー浮かんでくる場合もある。だから 思考というものは常に柔軟でなければならないといったことが、今回の大きなテーマになります。まあ一つの問題意識として言えるのは、日本というのは、いわゆる農耕社会であり、農耕文化であり、いわゆる稲作を中心として営まれている国であると。 いうのは、まあ、よく言われるわけですよね。だから、農業国だから、非常に、まあ、いわゆる農耕民族として平和を愛するとか、あるいは共同生活というものを大切にするというふうな、そういう文化を持った国であるということがよく言われます。でも、ですよ、不思議なことがあるんですよね。農耕文化稲作を中心としたお米を食べる国、お米を食べるという文化を持っているということでは、例えば、チャイナの揚子江の流域も。 これも概ね7000年ぐらい前から稲作文明というものが発達していたということが言われています。あるいはコリアの場合におきましても、コリアはまああのえー、っと今のその韓国のあるあたりの沿岸沿いっていうのはいわゆる稲作地帯であって。 でそれ以外はいわゆる畑作地帯あの稲作文化と畑作文化ってまた違うんだって,ことっていうことを言いますけどね稲作文化っていうのは多くの共同作業,作業を必要とするけれども畑作っていうのはとりあえず種を植えておけばナスができるキュウリができると <laughs> あの比較的短期間で収穫することができるということで稲作文化畑作文化が違うといったような、まあ、そういう見方もありますけれどもいずれにしても農耕を中心として行われる文化っていうものを持った国は他にもあるわけですよね。 でこれに対していわゆる狩猟採取型の文化を持った国もあるこれはあのモンゴル平家で創業、えー、を駆け抜ける人たちいわゆる遊牧民族といわれるような人たちもあれば砂漠で暮らす民もおいでになったりするでまたヨーロッパの方に行きますとヨーロッパっていうのは、まあ、植民地配するようないわゆる支配層が一般の民衆を牛耳る、まあ、そんなふうな社会だと言われておりますけれどもでも考えてみるとドイツのあたりっていうのはもともと農耕社会なんですよね。 農耕社会であってみんなで共同して農作業をすることによって作物を実らせて飯を食うとそういう文化がもともとあったしあるいはイギリスなんかを見てみてもイギリスもやっぱり農耕文化イギリスの貴族っていうのは広大な領地を持っていてそこで畑を営んで,でそこでこう、まあ、食べ物を得ているといったような暮らしをしていたということがありますからやっぱり農耕文明であることは間違いないわけですよ。で同じように農耕文明を持った国っていうのは世界中に散らばって「あのすいません下手な絵で」 アフリカってこんな形してたか,してたかちょっとしてませんけどね縮尺も出だめですけど、まあ、一応、まあ、参考までに書いたんですがえ農業を行うことによってつまり動物を殺すことによって飯を食うんではなくて農業を行うことによって飯を食ってる民族っていうのは世界中にたくさんあるでもじゃあそれらの国々で日本人のような和の精神っていうものがこれが非常に強,い強く発達していったかというとこれ答えは明らかにノーですよね。 ということは日本人には農耕民族であるということ以前に何か大きな別なファクターがあった可能性があるというふうに言えるわけです。でそれを考えていったきにじゃあ稲作っていつ頃から始まったのこれまあ今大体8,000年ぐらい前の、えー、プラントオパールっていいまして稲のまあ成分がね成分のガラス質なんですけどもこれが発見されているということでかなり古い時代から まあ稲を食べるというそういううい習慣はああったでろとんなふうなことから日本で農耕が始まったのはかなり古い時代だよと言われているんですがただ日本が明らかに稲作を中心とした文明というものをこれを我が国の中心文明に据えようという明確な意思決定が行われた時代というのは実は1,300年前の 清見原領の時代天智天皇天武天皇そして持統天皇がおいでになられたこの時代に日本は国境ラインも大きく縮めてこの日本列島の周辺だけをもう日本と考えてそしてその中で、えーまあ、こちらにあった唐の国の脅威に対して対抗できるようにしていこうというふうにしていったわけです。で、それ以前っっていいうううのははどうなったかというと実は日 日本人、つまりまあ当時は和人なんて言い方されてましたけれどもこの和人たちというのは海洋族なんで,す、ね、でまあ現実に縄文時代の遺跡っていいますとほとんど貝塚じゃないですか貝塚っていうことはそこで貝を食べていた貝を拾って食べていたということが言えるわけですよね貝塚で必ず出土するのは釣り針が出土しますつまり海で魚を取ったりあるいは海藻を取ったりあるいは貝を食べることによって日本人というのは生き残ってきた とりわけ海藻については海藻をあの糸か腸で分解することができる酵素って日本人だけが持っているというふうなことも言われてるわけですね、まあ、あの外国人も多少は持ってますけれども非常にその成分が少ない日本人はだから海藻を食べても平気なんですよね。えー、最近だとあのお刺身をねスーパーで買いますと下の方に白髪と呼ばれる大根を千切りにしたものだけじゃなくてちょこんと海藻が乗っかっていたりする結構コリコリしてうまいですよね。 あれを日本人は普通に食べれるけれども外国人があれを食べるとなんかお腹を壊してしまうということがあるのがそうなんですそれぐらいだから DNA の中に刻まれた日本人の特質みたいなものが日本人がもともと海で狩猟採集を行うことによって飯を食っていたということを証明しているさらにその海とは言ってもどれぐらいの地域でそれをやっていたのかまた特に海で生活するためには船が必ず必要になるんですけどもこの船っていうのはどれぐらい前から 日本人が使っていたんだろうかというのを考えていますとなんと今から3万8000年前にすでに伊豆半島の先から伊豆諸島の神津島まで船で往復をしていたこれを証明する神津島でしか取れない黒曜石がこれが沼津とか長野とかあるいは日本全国あちこちで伊豆諸島の神津島さんの黒曜石が見つかっている つまり伊豆半島の先っちょから海上5 7キロ行った先にある麹島まで船で往復をしていたそういうふうなことがこれが現実にあったであろうということがこれがまあ推定されるわけです。で伊豆諸島に大島ってありますよね大島までは伊豆からですねあの伊豆半島から大島までだいたい海上2 0キロあるんですけどもこの2 0キロを海上自衛隊に入りますとみんなで「よいしょよいしょ」ってこぐあのボートがあるじゃないですか。あのボートで みんなで漕いでですね、大島まで往復する、この手漕ぎボートでね、というようなことを、まあ、そんなような訓練をやったりすることもあるんだそうです。大島ぐらいまでだったらば、結構この船でオールを漕いでも行くことができるんですね。ただ、神津島ってなりますと、黒潮が土地、あの間に流れてますので、流れが速いですから。この濃くだけだと、どん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 遠くまで流されちゃうということで、おそらく帆を張った、風の力を利用した、帆を張った、こうね、ポホをバンと張った。 こういうい船を使っていたんではなかろうかという、まあ、そうでなかったら後悔できないですからそんなふうなことが言われたりもしていますつまり和人たちは3万8,000年という途方もない昔からすでに外洋航海をできるだけの丈夫な船を持ちそしてその船を持って海洋をシックしていた海洋を遠いところまで往来するというそういう文化を持っていたということが分かってきているわけです。 でさらに地形を考えますと、これはあの前に Google マップので2万年前の地図を見る方法なんていうことで動画でご紹介しましたけれども、まあ、海面が低かった関係で日本列島からガム島やパラオまであるいはまあ琉球諸島のところは非常にあの琉球諸島ではなくて琉球列島と言えるぐらい海が少なくてほとんど陸地だったっていうねそんなふうな地形もあったりしまして、えー、まあそんなまあこの辺り一帯の海洋を中心に大きな一つの海洋文明圏というのをこしらえていて。 で船に乗ってまさに海を渡りながら暮らしていたといったふうな生活だったということがおおむね推定できるという風な状態にまでなってきているわけです。これだけの海洋文化を発達させてきたそれもえ稲作が始まって稲作が完全にあの海洋で魚や貝を取って生活をするということから完全に陸上でお米を作って生活するというふうに切り替えられたのが 今からだいたい年前これはあの神話によりますとね2680年前の神武天皇の時代からすでに今稲作っていうものを中心に行っていたということが書かれていますけれどもこれはまあ日本書紀なんか見るとそのような記述があるんですがそうは言っても日本書紀にこれ書いてありますけれども結局式住宅館穴式住宅に住んで稲作を拒否する <laughs> あのいや俺たちは修路採取で飯食ってくるんだからという人たちがいたというこれはまあ事実ですし今でもえいわゆる港町 えー、漁港いわゆる漁村というね、えー、ところに住んでる人たちっていうのは何かやたらに酒が強くてですねでやたらに威勢が良くて <laughs> あのまあ一見するとすごいちょっとおっかない不良のように見えたりするんですけども実はめちゃめちゃ気のいい連中で、えー、豪快で面白いといったふうな人たちが多く揃っていたりします。まあ、こういうあの漁港を持つ村の文化っていうのは不思議なことにあの日本全国みんな同じような文化を持ってるんですね。 そういう意味でいわゆる農耕のみにこう特化するような生活をするようになっていった人たちというのが生まれていく一方でもともとの和人たちの生活というのは海で生活をするということが3万年以上もしかしたら4万年ぐらいの間ずっと続けられていたということが一つの可能性として言えるわけです。で実はは天皇全身に入れ墨を入れていたといったとっような、 あまあ記録があったりもするんですけれどもこの入れ墨の習慣っていうのはなぜ生まれるのかこれ陸上で生活する分にはあの陸上で例えば森とかね林を駆け抜けるときにはスポンポンで走ったら体中傷だらけになっちゃうんであの葉っぱとか木で怪我しますからね必ず服を着なくちゃいけないんです。服を着るっていうことは別に墨を入れようがどうしようがあの外から見たら見えないわけですよ。ところがね海で生活する特に海で海に潜ってで。 えー、森で魚をついて魚を取ったりするような暮らしをする場合には海に潜るとあの、まあ、これ潜った経験ある方分かると思いますけどちょっと深く潜ると海水めちゃめちちゃゃ冷たいんですよねでおそらく今海に潜る人たちっていうのは夏の海水浴シーズンに海に潜るのであの、まあ、結構裸でも平気だと思うんですけれども冬でも海に潜って暮らさなければいけない。 冬でも海に潜って魚を取らなければ虫を食うことができないってなったら冬の海って冷たいじゃないですか寒いじゃないですかねその海に潜んなくちゃいけないんですよスポンポンになってでこの時に昔はウェットあの今だったらウェットスーツ着ますよねあの冬の海に潜るとき着ますよねウェットスーツ全身真っ黒けど昔ウェットスーツってなかったでしょでどうしたか全身に炭入れるわけですよこれねウェットスーツと同じ働きするんです皮膚に炭が入ってますから あのそのまま冷たい海にに潜っても体温を奪われず済むんですでそれで顔から首から全身もう足首まで手も手首までもう全部手首どころかこう指の方までねもうバーッともう全部墨を入れるということがこれが粋なことかっこいいことなんでかっこいいかと言ったらそれだけたくさん魚を捕ることができるからだからそれがかっこいいとされたそんな風な文化が日本でいまだに一部続いていると <laughs>。 住む人は住み入れたらダメですよ今日本人は海洋民族ってわけではないですからあのちゃんとウエットスーツがありますんでね昔はウエットスー,スーツがなかったんで代わりに住みを入れるととといいうう習慣があったこですねそれはこれはいろいろ考えてみますとやっぱりかなり日本というのは海洋で暮らすというそういう生活をしていたんではないかということがこれが一つの可能性として見えてくるわけなんですけどもこれがですね困った事態が起こったのは今からちょうど7,300年前なんです。 7,300年前にこの九州の鹿児島沖で赤穂屋の大噴火っていうこれもまあこの結び大学で何度も申し上げてますけれども破局噴火っていいましてね普通の噴火は火山がこうありますとそうするとてっぺんからドーンと爆発してまああの煙がパワーッと上がってマグマがちょこちょこっと流れてくるといったふうなものがこれがまあ普通の噴火なんです破局噴火っていうのはこの山がですね丸ごと一個ドッカーンと吹っ飛んじゃうんです。 これ破局噴火と言います。この火山のエネルギーってものすごいことでして、あのー、地球誕生から、まあ、そこそも人類が誕生してからですねこの破局噴火っていうのは何回かっていうぐらいしか起こってないんですその中の一つが今から何千300年前に起こったこの九州沖今の薩摩硫黄島なんかがあるあたりなんですけれどもここで起こりました丸ごと島が1個ぶっ飛んだという機械カ,カルデラの大噴火、まあ、別名赤ほやの噴火と言いますこれが起こりましたこの時に、えー、南九州から四国、 そして本州の紀伊半島からあの太平洋側一帯というのはこれはもう火山灰に埋もれちゃいましてえほぼ壊滅したというふうに言われていますところが一方で季節風がこう吹く関係でえ北九州から出雲それからあの越後の方に至るまでっていうのはこれはあの火山灰があまり降らないということでまあ多くの人々が生き残ったであろうとただし時々火山灰が舞ってきますので農作物がやられてしまう農作物が育たない で海もです、ね、火山灰がかなり降るので魚はそれを飲んじゃいますからあの火山灰って厄介なことに、ねえー、その肺の中に大量のガラス繊維を含んでいるんですよ。でこのガラス繊維の火山灰を魚がこうパクってこ,う、まあ、これはあのらいで呼吸しますからしょうがないですよね海水に飲み込むわけですよそうするとこのガラス繊維が体の内側にブスブス刺さるんですねで魚もバたバた死んでしまうということが起こるわけです。こううなるると生き残りのためにどうするか 陸上でれる作物は壊滅状態近海で魚取ろうと思ってもみんなガラス繊維が刺さってもうプカプカもう死んで海に浮かんでる状態でも人間食わなかったら生きていくことができないじゃないですかそこで何が起こったかというともう残ってるの船だけですから船を使って沖の方まで出ていってで火山灰による影響を受けていない魚大型の魚を釣って帰ってくる大型の例えばカツオのねでっかいずつ一匹釣ってくればそうすればみんながお腹いっぱい飯を食うことができるじゃないですか そんなふうなことが行われるようになりましてちょうど7300年前からあー貝塚で発見される釣り針の大きさがかなり大きいものに変わっていきますで、ただそれだけではないと思うんですねそうではなくてもう火山灰でやられちゃったんだったらこれもダメだからあの違うもっと住みよいところ火山灰の影響を受けていないもっと住みよいところに引っ越そうじゃないかということで船に乗って遠くの住みよい地を求めて 旅をしてった一族もいたはずなんでともと海洋民族であちこち下を転々として暮らしていたわけですから,だから日本列島全体でも人口1万人ぐらいですからね日本列島全体で1万人ですよ繰り返しますね日本,日本列島全体で1万人しか人口がいなかった時代なんですその頃に船を持ってるわけですねだから被害を受けていないところを探してそこに住もうとするのこれ当たり前じゃないですか土地の所有権なんかないんですからで 日本列島どこ行ってもこれはダメだということにな,りましてな,なったんですけども青森の方まで行きますと青森の方は火山灰の影響を受けていないもじゃあここに住もうかということで三代丸山遺跡ちょうどだから今から7,000年ぐらい前から三代丸山遺跡って始まりますよねそこでの生活が始まりますでさらにですねこの養子坑の流域で稲作が始まったのは、まあ、ちょうど長江文明といいますけどもこれもたい7,000年ちょっと前ぐらいからこの稲作文明が 突如としてヨース湖の流域で始まっていますで、文明っていうのは何でもそうなんですけども必ず何らかの文明の蓄積があってそれそしてそこで大きな文明が起こりますいきなり突然降って湧いたみたいに突然その場所に高度な文明が起こるなんてことはあり得ないです長江文明の場合高床式住宅に住んで稲作を行うな,なっているというそういう文明がヨース湖の流域で起こったということがこれが確認されていますけども じゃあそこに住んでいた人々が調合文明を,を形成するよりも前稲作水田を営みそして高床式住宅に住むようになる前にどのような生活をしていたのかということを示す遺跡遺物遺構証拠が何にもないんです。何にもないということはどこかから人々が渡ってきてそこで稲作をする高床式住宅を建てて稲作をするそういう生活を始めたっていうふうに言えるわけですね。 そういうふういに考えるのが自然なわけですで、そう考えてみますと7,300年前の赤羽の大文化によって住まいを奪われた人たちがそちらの方に入植していった和人たちが入植していったということがこれ一つの可能性として十分考えられるさらに8世紀に書かれたとされます「喫毯古伝」によりますと当時ここでいわゆる飲行文化あるいは行種の時代といわれる理想の国家 争いのない平和なみんなが豊かに安心して安全に食べることができるチャイナとしては本当に理想なな文明文化というものを築くことができた時代がかつて、えー、チャイナにあったんだとでその時代を築いていったのはみんな和州なりっこうまあキット古典に書いてあるんですね和州っていうのはあの和人の和という字を書いて州類の州みんな和州なりつまりみんな和人だまあ今で言うならば日本人だというふうに、えー、言うわけです。 ちなみにね今「和」っていう漢字が出てきたんで、えー、ちょっと補足しますけどもこの「和」という漢字、ね、これは小さい人を意味するからあのチャイナの人たちが日本人を馬鹿にして日本人は背が低いからといって馬鹿にして、えー、和人と呼んだんだと。ねえー、だからあの日本人が和人だと呼ばれるのは極めて不名誉なことなんだっていうふうなことを えー、おっしゃる方がおいでになります、えー、まあ確かにあのそういう意味が後年この和という漢字にもたらされたことは事実なんですがもともとの意味はそうじゃないんですよこれよく見てください野木編でしょこれ野木編これって実った稲穂を意味する文字なんですね？実った稲穂でこの稲穂の元に女性がいます実った稲穂を女たちが食べてで えー、暮らし人々と共に女たちが平和に暮らすことができる国だから和人和国というのは実って稲穂によって女性たちが平和に豊かに安心して暮らすしていくことができるそういう国だということで「和」という文字が使われたもともとですよもともとというふうなことがというふうにも言われています。ただ、あのーまあ、和っていうのはあ、まあ、後にね 日本人は背が低いんで、まあ、ちっちゃい人という意味が後から与えられているだってこの「和」という漢字見てもどこにも小さいということこれ人弁でしょ稲穂を示すげへんでしょこれ女性でしょどこにも小さいということを意味する文字が使われていないんです、えー、というふうなことでま更、あ、に,にね、えー、面白いと思うのがあの世界の文明の発祥旧石器時代から新石器時代に変わった 古代シメール文明地中海のね奥のエジプト文明とかインダス文明、えー、とかチグリス・ユーフラテス川文明みたいなものがこれが、あのー、発祥するよりも前にシメール文明が起こったというこれは有名な話ですね。シメールって8,000年前に起こったってよく言われてるじゃないですかあれかなりインチキですからね大体7,300年ぐらい前から突然このシメールの地に文明が起こったというふうに言われてるんですね。 でただ7,300年前だと覚えにくいので四捨五十じゃなくて切り上げしてで8,000年と言われるようになったっていう <laughs> まあ本当にまああのこれぐらい遡ったら700年ぐらい大差ないじゃないかじゃあ8,000年もついでに切り上げて1万年にしようかってまだまあ、まあ、そこまでいかないでとりあえず今今のところ8,000年とどまってるっていうのが実態なんですけども現実にシュメールっていう文明を考えるとシュメールは突然あのやっぱりシュメール文明の前に シメール人たちがどのような生活をしていたかということを証明するものが何もないんですで突如としてシメール文明っていうのが起こるんですで。シメール人たちは自分たちのことをウンサンギガと呼んででいたって言うんですね。ウンサンギガまあ、これはあのーまあ、英語で書いたりとかあーアルファベットを使って書くんでカタカナエングリッシュにすると <laughs>「雲ン,ンギガ」になるんですけども。 シュメール人たちは自分たちのことをウンサンギカと呼んでいたということがシュメールの古代文字からこれが今判明していますでウンサンギカがどういう意味を持っているのかということは誰にもわからないんですただシュメール人たちは自分たちのことをウンサンギカと呼んでいたところがこのウンサンギカっていうのを日本人が聞きますとねどう聞いても海さん来た <laughs> 海さんからやってきた海俺たちあ俺たち海さんから来た海さん来た <laughs> に聞こえてしまうんですあの 外国語って本当にねあの面白いんですけどもかつてインドにねムガール帝国ってあったでしょムガールこれムガールってあのモゴルがなまってムガールルなっっててるんですねでモゴ何かて言ったらモンゴルでしょモンゴルがなまってモゴルになってモゴルがなまってムガールになってるんです。で要するにその言葉ではあのモンゴルというふうに言っていても聞く側がそれぞれの国の言語で聞き取りますから。<laughs> ここ <laughs> これがムガルに聞こえたんんだとということなんですねだからそういう意味では雲産戯画っていうのも我々が聞くとシュメール人たちは自分たちのことを海から来たと言っていたんだというふうにしか聞こえないシュメールシュメール言いますけどシュメールも外国人が聞いたらシュメールというふうに聞こえるというだけであってもともとスメルスメラミコトがの一族がやってきてスメラの一族がやってきてそしてそこで文明を築いたんだと。スメラミコトって誰のことを言いますかということではなかったから。ら つまり7,300年前に赤親の大噴火があることによって和人たちが世界中に散らばっていったついでに言いますとね、えー、インカ文明とかマヤ文明を形成した人たちの伝説っていうのはこれはかつて自分たちがこう、まあ、極めて原始的な生活をしていたところに突然ですねある日船に乗った白い人がやってきた。ね、で、えー、その白い人があ、まあ、アヌンナキとも言いますけどもこの白い人が ににに非常に高度な文明を授けててくれれたんだというふうふ言わまあそこでこの白い人であるアイヌ・ナキというのはこれは白いんだから、まあ、あのその話を現地の人から聞いた白人さんたちからすると「俺たち色白いぜ俺たち色白いからきっ,ときっと俺たちのことに違えるんだ」ということでこれは白人のこと言うんじゃないかというふうに彼らは勝手に思い込んだようなんですけどもただねあの我々日本人ってイエローじゃないですかイエローの中で日本人ってとびっきり色白なんですね。 いわゆる東南アジア諸国の人々やあるいはチャイナコリアの人々と並んであのまあみんなこうまあ東南アジア系の人たちが並んで集合写真はいチークとか言ってパシャって撮ったりすると日本人だけとにかくやたら色白ですこれはもうすぐわかりますまず色白だったら日本人だと疑えというぐらいの話なんですね彼らのその南米の文化が起こったのもやっぱりちょうど何千年前ぐらいなんですよだというふうに言われてるんですそうすると全部ねこの赤いの大文化と もう話が結びついてくるんですよねそういう意味で、えー、もしかするともしかするともしかするとなんですけれども古い時代に行われた我々の祖先が世界中に非常にねあの大きな文明を及ぼしたという可能性があるそれができたのは我々日本人和人たちが実はもともと農耕民族ではなくて海洋民族であった海洋民族であった。 で海洋民族っていうのは非常に特徴がありまして、えー、とにかくあの人の言うこと聞かない <laughs> 偉い人がいて「お前たち俺の言うこと聞け!」って言われた時にやっぱおっかないですからね「これよかれした」とか言うんですけれども「あのえー、じゃあちょっと漁に行ってきますどうも行ってきます」と言って船に乗って海に出た瞬間に「親分はあのさっきあんな話あったけど大丈夫ですか?」 関係ない、俺たち海での一本どっこで、いたこ一枚したら地獄の底なんだ。関係ない。まあ、今まで通りやっていこうぜ。あ、そうですよね。じゃ、あ今まで通り行きましょう。あ、行こう行こうって。そういうマインドがあるんです。で、これがね。あのー、陸上族。陸上族の場合は、そうはいかないんです。あのー、陸で暮らしている場合は、悪い奴がいて、お前たち俺の言うこと聞けってやられた時に。冗談じゃないよ。おい、逃げようぜと言って、逃げ出すと、みんな捕まっちゃうんです。 陸続きだから大体偉い人の方が強力な軍団を持っていたりしますし、まあ、乗り物である馬とかねああいうようなものを持っていたりするし弓矢かなんかで、ね、逃げようとするやつをピシャッとこう居殺しちゃうとかいうことできるわけですだから言ううことと聞かないと殺されちゃうんですだから陸上の人たちというのは突然大軍を組織したりとかああの誰か上の人が無理難題をふっかけられた時に「分かりました」と言って言うことを聞いてしまうという傾向が強かったりします。 ところがねあの日本人っていうのはまず人の言うこと聞かないですよね <laughs> もう。どんなに権威がある人やお金持ちが「俺はお金持ちだ」と「お前俺の言うこと聞け」えーお「俺金持ち2だ」「お前、えー、日本人2だ」「お前言うこと聞け」とやっても「はい分かりましたはいはい <laughs> あほっとけほっとけ」ほっとけ「<laughs> 何言ってやる関係ねえぜ」<laughs> っていうようなそういうマインドが非常に強い。これは、 共同生活を母体とする稲作だけでは絶対に育成されない文化だということが言えるわけです。つまりもともと海洋民族として小舟に乗ってもう世界中を旅しながら自由に生きていたまさに自由の民としての和人たちがいてでその精神性というものが。 およそ4万年という非常に長い期間ずっとこういう生活をしてきてでも国防上やむなく我々は稲作民として陸上で暮らさざるを得ないというそういう生活に切り替えていったこれは2,600年前から1,300年前にかけて非常に長い長い期間を使っておよそ1,000年という歳月をかけて海洋族から稲作族 へとえ我々は転換をしていったでもいまだに、えっと、1,300年前の天智天皇天武天皇持統天皇の時代そこからさらに1,300年遡った神武天皇の時代およそ2,600年の間我々は稲作を行う農耕民族としての文化というものを一生懸命築き上げてきたけれどもいまだに我々は海洋族としての自由な心を 海洋族としての自由な心を失っていない。このことってね、我々あの日本人はすごく大事にしなければならないことなんじゃないかなというふうに思うんです。なんだろう、一つの考え方とか一つの思想だけでね染めちゃって、もうこの思想とちもうちょっとでも違っていたらもう一切ダメ、一切認めてもらえない。もうもうそういうそののも許さないということではなくて、協力すべき時にはもうちゃんと協力する。やるべき時にはしっかりやる。 真面目にコスコスしっかりと頑張るけれども基本は自由な心っていうのを失わない学問に対しても自由仕事に対しても自由そして、えー、心に高らかに自由を謳歌しながらその中でちょっとでも人間として成長していこうとするまた集団に対して貢献していこうとする同じ船に乗る同じ仲間としてみんなのためにちょっとでも役に立つ自分になっていこうとする、まあ、こういうふうなものが日本人の精神の 根源になっているでであります、えー、でも本当にいろいろ考えてみるとね、まあ、あの今日のお話というのはあのいわゆる学会で定説になっているとかそういうことではなくていろんなものを結びつけていくとこれはあの家庭的推論っていいますねアブダクションともいいますけれどもいろんなものを結びつけていくとこのような考え方もできますよという、まあ、一つのエンタメとして聞いていただければというふうに思います。日本をかっこよく結び大学でございました